どうも、やりもくです。こんにちは。まあ、そういう考え方でいくとね、選手って実質チンポなんで、でかい方がいいんですよ。まあ、太くて硬くて気持ちいいので、ヒートヒートさせるべきなんですよね。で、そんな私が早見花さん使ってるのは、この、ヤコルなんですけれども、どうも、ヤコル以上が、出てこない飛んだエベレストですよ、マジで。今までね、レジェンダリーとしてヤコルいてくれてますけど、もしこいつがいなくなった時、どうするんやと、もういい加減、伝説中卒業しないと、もうどっかのタクトみたいに炎上するぞということで、もう不安で朝と夜しか眠れない日々を送っていた。その時、オランダ POTW に、ヤンコエルを超えた存在したうち、ヤンコエルがいるという噂を耳にして言ったところ、いました！それはこちら！あーバスドストーヤンコエルバスドストーつってね、もう言い踏んでますわ。見てください、この調子、ターゲットマン、はい、拙い技術で、高い決定力と空中性能、さらに、はい、鈍足で、なおかつ、フィジコがあって、スーパーサブとピカピカヘッド持ちこれもう、アタチの名前はコレルですって言ってるみたいなもんですよ。もうこのスーパーサブ持ちっていうところが非常にウィレージなるヤンコエルみたいなたまんないっすよね。てかもう並べてみたらこれもうヤンコレル前から見るか横から見るかみたいになっとるやん。打ち上げ花火ならぬ打ち上げコレルですやん、これ。ルー。というわけで今日はヤンコレルとバズとツートップで使ってからですね、皆さん、ヤンドストってことで、やっていきたいと思います。あ、アビ予感。しかもあいつワンタッチパスもついといてから決定力もアホみたいに高いから、ワンチャンからの有能選手の可能性めちゃくちゃあるからな。逆にヤンコレルが目指せバスコレルの可能性あるからな、マジで。香川真司が来てくれました。今日レザーこいつだ。コレルドストこいつを食べるぞ。あ、どうだ。あ、ドスト普通かクソ。うらのこの総合値弱い。ほんまに大事な数字は総合値だよ。慎重やから。こいつただ童貞やな。もうその中身の数値とかどうでもいい。大事なのはね、見た目のデカさやから。というわけでおちんぽ指導を開始していきたいと思います。いきましょう。まあ、久々に3-2-3-2とかふざけた陣形やらせてもらってるんで、ちょっとうまいこといくかどうかそれに関してはさらかではないが、うまく機能させていきたいところ。おっと、ふざけでは私のプレイスキルでした。ネイマールが前目で立てます。おっと、ルンメリゲサル流れてって、これムバッベフリ。おっ、ヤンコレル初代デカハゲとして思いっきりぶちかますぜ。これがヤンコレルだ。ドスト、お前超えるべき壁はあまりにもでかい。身長と一緒にな。このでかい背中と輝いてる頭から何かを学ぶんだよ、ドスト。お前はベンチでな。縦パス、ルンメリゲ、どうしようかな。ヤンコレル2回使って、これ鬼のボールキープかましてスルーパスよ。てかパスがいちいちうまいな。で、これ中行くと全然縦パス。いや、いいじゃねえか。縦パスか、縦突破。で、インパクトグランダーパスか。フライでした、ルンメリゲ。スーダム完全に点の取り方逆だったかもしれねえだろ、これ。おい、お前からせんがすんな。いや、やっぱりちょっとヤンコレルのことバズダスト簡単に超えてくるかと思ったけど、やっぱり超えることは難しそう。お、なんでや。待って、なんでこれ、お前絶対勝てると思ってから喋っとったのに、お前負けるんかい、ここマジで。一生エアボール弱いやん。まずこう、エアボールが一回落として足元がいいんですよ、ヤンコレルね。まあ、身長と見せかけて、実は足元がレベル高いっていう、そういうパターンよ。でかい。マルキーニョスからイカサイル使ってて、ロバーソンからエアボールかましといて、ムバッピからフライパス。これダイレクトパス、惜しいね。ルンメリがシュートかー。あいつあんなでかいのレアボール一切関与せんやん。そんなことある？めちゃくちゃ下ネタ言うけど、実はあんまり手出さみたいな感じ俺や。というわけで前半だけですでに慎重による圧倒的に分からすプレイが展開されてるんですけども、さらにここに、ドスト投入だ。ドストストストースト。まあ、総合的に見るとね、敗北してるように見えますが、身長はヤンコレルの方がはるかに高いので、まあ、そこを技術のところで補えるかどうかというところがポイントになってくるか。中盤2枚ほど変えまして、レッツゴー。さあ、いけるかドスト。できること非常に、マジでわからん。もう弟分や、マジで。データ、この室和評判、こうが玄之介パターンで、ヤンコレル再度ボール渡していけるか。いや、いけないと思ったらいけてた。マジで弾け飛んでた。パス渡せ、ヤンコレル走ってくれ。どうしたんだよ、マジでこれ。パッと見どっちがどっちか、ほんまにわからん。思った以上かもしれない。これドリブル飛ばしができるんちゃうか。惜しい。これ一歩のデカさ、ボールロストの大胆さ、すべてがヤンコレルすぎる。お、動き出したぞ、ドスト。ボール奪えるか、シュートで、いや。身長がでかいということは、これボール奪う時の足のリーチ、これも非常にでかいということですから、まあ、前線でのチェイシングも期待してたのに、あばー。これもう後ろ姿とか、剥ぎ方とか、完璧にヤンコレルがマジでもうミニ、リルヤンコレル来ました。これサイド使ってからロバールソンで、一回ドスト使うか。いや、メッシはないだろ。いや、逆にドスト、ヤンコレル、隠れたメッシが飛び込んできた。素晴らしい。完全に隠れきれるかな。熊の実ですよ、マジ。ここで、あー、バカ野郎。身長でかすぎてオーストラリア超えちまうよ。あ、でもちょっとドストの方が髪の毛若干多いって感じが、まあ、この辺はやっぱりぬるいですね。若干ね、ドストね。まあ、これからどんどんね、ハゲてくればいいかななんて思いますけど。ナイスボール出して、ロバソン立てます。で、ヤンコレがこっち見て、ドストにパス出してから、ドストがスルーパス、ここ。うまい！ヤンコレ、ドスト！一体どっちがヤンコレか、わかんねえだろ。俺もだ、チキショー！縦トップ頑張ってくれ、メッシ一回回収、スルーパス、こっち。なら、こっち。ヤンコレル。ドスト、おめでとう！
二人の愛が共鳴しちゃうぜ。いや、ヤンコールどうしたら歯切らしてなかなか弱かったけど、これクロス蹴ったらワンチャンあるか。空中戦最強、それがヤンコールバレンジャーが続くぜ。なんだこれ。行きましょう。まず空中戦、ここ得意としてるところ、ファリーの回幻のサードハゲ来た。これデカハゲの参入が止まらんぞ。まずもう TikTok かな、これ。ウバメカのトレ、バレーな回収、ナイス。で、バズドスと一回使ってスルーバスを出していくと。で、ロバーソンからさらにスルーバスで、ヤンコールを立て祭り上げて、ボールキープし、ドストいけ、ペレイラじゃない。身長圧倒的にあるのに、エアボールに一切縁がない感じ、めちゃめちゃヤンコールやんけ、お前。うわー、これやられそうな気がする。リューディガーナイスすぎ。縦パス蹴っといて、メッシから、一回ヤンコール使って、ワンツーで突破してから、ドストパス。うますぎるぜ、これ。まあ、あれで二人のドストがいるみたいな、ドストバーが始まった。おら、暗い一泊のシュート。でもなんか、お互いがなんか、生かし合っとるじゃないけどさ、ワンツー数高くないか、かなり。これもこういうボール、あえて蹴ることによって、相手の強敵。ヤンコールヘッド、なんで。おい、リターンエースしてくんの、置いてるんちゃうんやから。だが、しかし、俺は確信したぜ、こいつら、最強のツートップだ。おい、ドスコレル最強じゃねえか。てか、見た目ももうほぼ一緒やし。もう身長と髪の量でなんか判断する力みたいな、もう、キャプテン翼みたいなもんですよ、もう。まあ、ということで、2試合目も、ドスコレルドストス、おい、いけ。あ、普通か。あー、なんか強そうな442じゃが、ちっちぇな。無駄な総合値、無駄な髪の毛、それがお前らの範囲だということを、後半思い知らせてやるからな。もう前半から分かせてやってもいいんだが、間違いねえ。まあ、パンパン行きますか。ロバーソン、ボール、回収で、おい、待って、いけそうじゃない。いや、これが走る。うおー、インパクトダイレクト、シュートのゲートバカか、お前、おい、おい、でかい。ピラティナを呼ぼうとしよったもしかして。マルキラス、頭使ってナイス。一回降りようか、そうやな。まあ、確かにね、ホーランドも確かにデカさに関してはあるんですけども、髪の毛多すぎるか、お前は。その無駄を省くことができれば、ヤンコールになることもできるから頑張ってほしいところであるな。まあ、将来が有望な若手ではある。ヤンコールの空中戦、なんでこのエアボールの処理に関しては全然ダメなんかな、誰か教えてくれ。バレオスダブルタッチなん。中来るボールをなんとかして弾きたいんですけども、できますかね。できるさ、きっと。間違いない。頑張れ。頑張ればできる。頑張ればできる。中にボール込んでこい。もう最近の若者やったらエアボール蹴ってこいよ、お前。マジで。カッコつけんなよ、バカが。ウルラサイル使ってやるぞ。おい、クモタイガさん見え方ちっちゃすぎてな、サコが。リバーラ。いや、前向いてくるな、これな、おそらくな。サイル使ってくるか。ナイス、ロバーソン。判断が遅すぎるぞ、マジで。バメから。あ、バペからこっち。で、アンコレはこれ空中戦を確実にして。頭使え。髪柄切りすんな、髪ないだろうか、お前、おい。ここ、早めにヤンコレにボール渡しといてから空中戦やらせる。状況さえ整えば最強。なんなん、これ。ドスト、早く来てくれ。ここまでうまいこといかんかったら、それも空中戦苦手やん。今回たまたまとかじゃないよ。ほら、これ負けるよ、ほら。負け。当たり前みたいになってきてるもん。ここは容赦なく、ドトーと5倍交代でヤンドストかませていくぜ。ドストがワンパ、ヤンパ、ドストーっていきたいと思います。めちゃくちゃデベルより相撲弱いみたいな感じになっとるからな、お前ら、マジで。まあ、それしっかり理解した上でですよ。ちゃんと足元にボール渡して、ワンツーとかで攻め上がっていくと、ここマクシマスすれば、ね、今、ナイスナイス、それだったら問題で。バリオス回収、ドスト。で、ドストがワンパ。で、この後にヤンコールボールで、ヤンパ、ドスト、走る、パス。で、これレイオルは出して、ほら、ドスト中心攻撃を組み立て、そしてバースで前にボールを持ってくる。フィジカルコンテクトを信じろ。で、マクシマンから一回ヤンコール、これ空中戦勝っていただきたい。すばらしい。なんで負けま、おかしいよな、これ。メッシでももう一回ぐらい勝てるよ。なんで全敗しと、全敗おかしい、マジで。仮に強くないやつでもマグレで勝てる、こんだけやったら。うわ、うまい、そのパス。マクシマン、ボール持ってけ、ドスト、あの位置につけ。そうだ、ゴール前のヘディングが狙い位置。おりゃ、なんじゃそれ。しかし、マイボール。なるほど、さっきのクロスはエキシビションをここでしっかり蹴りつけようとか。やっちまいました、ごめんなさい。誰か、いけそう、いけそう。おー、で、これヤンコレルボール持って一回落とす。この後マッケンワンパ、ドストもワンパ。ドストワンパ的にはやっぱでけえよな。一回ドスト使っといて、これボールキープ感のコレルを走らせて、ドスコレ、ドスコーイ。マクシマン頑張れ、頑張ったな。ネイマールも頑張れ、2回連続で頑張って、素晴らしい。ドスト、こっちだ。そしてネイマールを1回使って、ドストを思いっきり走らせる。そうで、バッバッと飛べてか。まあ、立派なヤンドストの出来上がりですわ。まあ、でも今のファーストタッチで全て分かった。マッケンから逆サイド。いいですね。これ相手来とるけど間に合わない。え、ドストワンパ。ニャンコレルボールキープ。ドスト使う。頼みます。最高か。うわ、この攻撃噛み合ったらよかったけど、噛みないって感じですね。ナイス。ネイマール、バリオス。いや、ワンチャンワンスは、ラストいけたやん、これルー。チキシャー、バズドストとヤンコールの相性は完璧なんだけどよ。こういつらの圧倒的なスピードと高さと輝きに、周りがついてこれねえせいで、完全に孤立しちまってる。やっぱりこいつら最大限の力を引き出すためには、同じだけのポテンシャルを持ってる人間が、あと最低でも9人は必要ってことだ。チキシャーどうスコールと同等の輝きを放てる、そんな男たちはいねえのかよ。
それならわしらに任せろ、レガチャンネル。なんだこの遠く離れた銀河から聞こえる声は、まさか激しかった。ここが地元だ。ここならヤンコールとバズトットの力を最大限発揮することができるぜ。というわけでドストはスーパーサブだから、ここは一旦カルバンクラブぶち込んでいくぜ。うらうらうら、ハイヤトルズ道は限界ボギー。11人全員鉄砲でもらう、とんでもない使ってる出ましじゃ。マジでもうガン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 勝ち込んでやるけど、これハゲスカット使ってスーパーサブで出てくる感じ、マジでウィレチラヤンコリそのものじゃねえかよ。マジだった、お前もしかしてヤンコリ、いやもうそれを超越しちまってんのかもしんねえな。いいぞ、俺は絶対的にこっち当たり前だろが、神器が違うぜ俺。ボス、あ違う、まあ間違えた。どう一緒だったからワンチャン向上かと思ったけどな。44になるほどな。しかし統一可能にスカットだ。下片りのハゲスカットではあるんですけれども、私はもう2年間くらいずっと使い続けてましたからね、まあ、問題なくやれるわけですよ。なんだこの虹色は、ラブ&ピースみたいなユニフォーム着やがって。あの一回降りてってから、まあ、センターホテルにボールが来ると思うんですけど、それをいかに突破していくか、オグボンのやるやんマジで。まあ、確かに数値の方に関してはないですけれども、しっかりハゲ取るということで、ボールも取れる、フィジカルもある。ハゲというのはね、身体能力が優れているからハゲなんですよ。つまりああいうところで負けないスルムス、こっち綺麗なロベカリア、ロベカル頑張って走ってくれ。クソデカハゲが揃ったよ、ナイスボールダッシュスルムス。ここ綺麗なパスや、ヤンコルがつなぎになって、ルナケ前でキッキー、ここでカーブギャンギャンのキックやっといて、ルナケクッキー、マジかきつい。ファミリオ、おい、偉いビア、あー無理か、相手の頭ごと蹴り飛ばすような見事なキックやったけどな。やっぱこいつら髪の毛やったらすぐに足出ちまうからや。お、しかもコーナーキックでかすぎ。これさ、視点切り返してからピンポイントでヤンコリルを狙っていくとするか。インパクトシュートだ、いけ最強エディング、おーうまい、いけ入れ入れよ。インパクトとは思えくらいふわふわのシュートやったけどな。ちゃんとヤンコリル思いっきりゴールにぶち込め、いけインパクト、なんでこうなる。あと待てよ、ファビーのボールたち、できる最強アンカーファビーや、落としてからダニエル・ペレラ、一発ヤンコリル間違えました。ロベルト・カルロスとクロスは世界一、ルカクも空中戦強い、ちなみにルカク頑張った、ここに開けろ、俺らからハゲダイヤ反射、うわボールを奪い取るぜ、うりゃー、確かにうりゃー、いけお前ら全員突っ込むじゃん、やられたぞ、おい戦争や。しかしこの場所でのフリーキック蹴るは誰だ、ヤンコリル、ヤンコリル、お前やれてるか。うちの組員がやれたんだ、黙っちゃいられねえよ。そうかヤンコリル、だったらお前が敵戦沈めてこいや、行け、うわーこらーヤンコラー、お前ハゲスカなんかそのままアホみたいに点取られる時間が来るんやから、それなりに何点取れるかっていうところがポイントや。いやその時はもしかしたら来ないかもしれんな、あまりのポテンシャル高すぎて。ルカクボールキープ、一回サイドを使ってから中蹴ります、ヤンコリがつなぎになると、誰やよそしたら、負けれれ、いけ勝ちきれ、負けー、プロの負けれれ、あーペレラ、お、よくやった、これ見事な反射ですね、光のようにボールが我が手元に入ってくる、間違いない。ルカクそれちょっとトラップでかせ、ちょ待って、でかいあいつだ、てかセンターバック優秀やな、全然能力上げてないのに。ヤンコリ勝ちで勝て、ここに来て、なんで負けすぎやろ、せめて両足で着地してや、まあ、でもフィジカルでも負けて何が残るよ、お前にサイド使ってくるぞ、おいちょ待って、あーサイド逃げるか、まずよっしゃナイス壁、わかるか、今あるか、無限の壁ならぬ無限のハゲってやつ、ナイス壁、ルカクキープや、そうキープしてた、でかいお前ファンたちが、んビエラ、マイケルと見せかけてパス、ワンパ、うまい、これヤンコリ一回、スタイ、こっち、パスさせ、負けねえ、おろせ、これ、ロメカル、ヤンコル、走ヤンコル、ここでお前、前もねー、そうでもスタッツ見てこれ、これ圧倒的やぞ、で、なかなかこの画像を崩せない感じ、ウィニングリブチでもよくありました、そういう時はヤンコルがいつも助けていけくれた、ギフットボールじゃ誰だ、そう、バスドストだ、センターフォワード2人覚醒、圧勝、まずはエアボールを、バスドストに蹴っていこうか、まあ、バスドストは結構空中で強い感じがヤンコルよりも間違いなく、うまいワンパモットのデカつき、ロメカル戻して、バスドストから、すいません、これでさ、行きますよ、やべ、ロメカルが、バスドストか、どっちだ、いや、お前、ハゲ同士譲りやすんな、お前、そんなやから髪の毛ないやぞ。コーナーキック怖いけどフィジカルには自信がありますからね、間違いなくゴグボーナー勝てる、ヤンコリル、ヤンコリル見せる、守備に回ってきた、それなぜかってわかるか、バスドストが全然待ってるからだよ、そのバスドストにボール渡して、カウンターだ、ミラクル、あー何ちゃかちゃかちゃかボール渡したんだボケが、下げて、ちょっと待てよ、絶対勝とう、絶対勝てるよ、負けねえね、パス上手、バスドストワンバではないが、しっかりボールキープしてサイド使う、カンテ出てきた、縦トップだ、そうで裏へバスケやったら、やってくれあいつらが、
いいボールはビエラボール返しさすがだな。ビエラとヤンコレは2人で1つ、そしてバツ1つで3人で1つだ。このシュー、どうすとお前めっちゃそっくりや。ちょっと待ってよ、ファビーニョ偉すぎ、負けれれ、フライバツしか勝たん。バツどうすとヤンコレやった、ヤンコレ勝てバカ野郎。お前が高身長上げたじゃしっかり背中と頭見せていかな、いかんのちゃうんかい。いやダブティングまずい、絶対ダブルタッチ来ると思うんですよ、コウさん。いけた。いやこれドストが空中戦勝てんかったらきつくて、あお前らどうやる、ナイス、よくやった、フィジカルコンタクトや手を上がります、カンテスルーバスでビール走ってきてバサソスルーバスやそうで、伸びからドリブル高いからボール持ってかせて一回時間稼いでそこへバスとヤコレどっちが行け、ビエラブー、なんでこうなるんだブー、負けれれ、負けれる無理、ビエラいけるか、厳しい、ビエラ負けたけ、負け、ビエリラーなんてまだ終わってなかったや、早いって打ち切り、レバレラ一点取る、負けたー、なんだそれで、向きになってもう一回試合するやつ。いや、でも前半だけの出来やったら普通に勝て取ったや。あんな腹立つわ。チーム全体としてのクオリティ非常に高いぞ、マジで。うわ、なんかバスドースト一生普通やん。コンディション並みなさすぎてもうしんどるやろ、もう。うわー、なんか自分のスカットにこだわりありますみたいな感じの顔しとるな、キモ。ビエラ取り切れ、マジ。ナムディング、あえてマイクはここで縦パスのコース切ります。いや、きつい、やらかした。うわー、早期ボール出しと狙った結果、完全に不利のエトが爆弾しました。おっぱーい。だから俺、ヤンゴリでカーソル集まったら負けることないやろ。ペレーラなっちゃったよ、危ないよ、危ない、何これもう、モンストやめようよ、もうええ加減もう。いや、ドリブルしてくれ、これおそらく。間違いない、バカが。お前ドリブル好きないんで、調子こそかす。なんでパス通らんのや、おい。ちゃんとやれ、クリアすな。もうなんか何もかが適当すぎ、ルカク、ありがとうございます。走れやん、これ。お前、ルカクパスうますぎ。ヤゴリ、やばい、ヤゴリル、ルカク、ここだ、ロメカル決めろ、ロメカル、ほら、やらせて、せめて。俺はそんな負け取ると思えんけどな、この戦いまして。いけます、ドスト。クロス蹴ってくる。やめて、あぶね。いや、ベベレ立っとるだけやな。ゴールキックやからか、なるほど、冷静やな。頭冴えてんな、キラキラ。で、俺はここでドストを使わせてもらうぜ。こいつのワンタッチパス196センチ全てが相まった状態の空中戦最強ですから、間違いない。ビエラこっちサイド。噛んでもアンパ。いや、これ、すいません。いやーもうなんでや、マイボールコーナー、マイボールコーナー、マイボールコーナー、いけいけ、おなんか野球場みたいな感じになっとる。なんでハゲに対してそんなに本気で攻撃ができるんか、俺はマジで分からん。ほんまにキモいとしか言いようがない。まあ、あの女の子に寄ってなかったなんかその喧嘩打っとるみたいな感じで、マジキシすぎ。あーバスドストが切れちゃった、お前らがそうするから。なめんなよ、スーパーでもフィジカルコって90なんですけど奪い返せ。あーもういいわバーカ、クソ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 